雨が君に。ここに報告書があります。彼女は理由を説明したけど、むしろ漫画みたいだ。俺には分からなかった。どうやらグリーンテック遺伝学研究所で激しい戦闘があったようね。ああ、それをやったのは俺だ。コーサーを倒したからな。報告書にもそう書いてある。信じがたいけれど、コーサーには何の思い入れもないけど、社会通念ではコーサーを見たら戦うよりも逃げるものでは。なぜ殺したの？コーサーのチップが必要だった。チップに書かれたコードが。コーサーのチップを持っているの？無傷で？ついてきて、今すぐ。コーサーのチップの解読は非常に繊細な作業になる。間違いにつながる動作が山ほどあって、一つのミスでデータを失ってしまう。幸いなことにその仕事にうってつけの人間がいる。やあデズ、何か用事？トム、コーサーのチップが手に入ったの。わお、本物？うわ、久しぶりだな。前にこれで大当たりを出したわよね。チップを渡して、何が書いてあるか見ましょう。これだ。行くわよトム、奇跡を起こして。わかった、チップ君。サーキットアナライザーを試してみよう。今たくさんの人造人間がいる。本当に危ない状況だ。よし、チップにアクセスした。アナログのコネクターにちょっと細工をしたんだ。なんだ、参ったな。クラッシュするなよ、しっかり。メモリーのちょっとしたトラブルだ。さあ来た、暗号化アルゴリズムだ。いいぞ、まだ動いてる。まいったな、最後の暗号に桁数を追加してやがる。ああこいつは。頼むよ、パターンを見せてくれ。どこにあるんだ。待て、キージェネレーターに同じ対数関数が使われている。いやラッキーだ。捕まえたぞインスティチュート野郎。捕まえた。 N の値を求めるんだ。よし、その底の値を教えてくれ。やった、コードを手に入れた。ホロテープにダウンロードするよ。よくやったわねトム。この幸運が次まで続くかはわからないけどねデズ。それからエージェント、我々に役立ったのと同じくらいそちらの役に立つといいんだけど。よくやってくれたわ。また会える確信はなかったんだ。必要なものは手に入ったか。これがコードだ。驚くべきじゃないんだろうな。結局のところケロッグを倒したんだものな。コーサーも同じようにやっつけたのか。どうやって解読したんだ。レールロードが助けてくれた。え、あの変わり者たちが。彼らは自動販売機を開放するとか、コンピューターターミナルを自由にするとか、そういうことに忙しいのかと思ってた。失礼、そんな感じの評判だったんだよ。忙しかったのは君だけではない。私も最善を尽くした。長年にわたる記憶や耳にしたことをかき集めてね、君のための設計図ができた。簡単ではなかった。この手は全くひどい状態だから、細かい作業をする能力が消えてしまった。簡単に説明するとこうだ。君は装置を作る。そいつはインスティチュートがコーサーのテレポートに使う信号をハイジャックして、代わりに君を送り込む。この設計の一番イカれている部分を知ってるか。あのクラシック音楽ステーション、あれが中継のための信号を流しているんだ。全てのデータが超波振動数になっている。君はずっと聞いていたんだよ。一言言っておくが、これは私の専門分野ではないんだ。専門はバイオサイエンスで、エンジニアリングやアドバンスシステムといったものではない。バイオサイエンス？アドバンスシステム？何の話だ。インスティチュート内の部門の話だ。
専門家集団が様々なプロジェクトに取り組んでいる。後でわかるよ。だがこの装置を組み立てて、あのコードが使えればインスティチュートの中継局からの信号を上書きできるはずだ。できるか？というか組み立てられるのか？手伝ってくれる人はいるか？こいつは一人の手には余るぞ。たとえ君でも。ここまで様々な助けを得ている。それはいい。なぜならそこで作れるから。双方のためになる。取引を忘れないでくれ。私は最善を尽くして君を助けた。うまく入り込めたらあの結成を見つけるんだ。それが正常でいられる唯一の希望なんだ。だから見つけてくれ。さあ始めよう。これを持って仕事をしよう。何としてもやってくれ。知り合いに助けを頼んでくれてもいい。